が、しかし、感想だけでもいいですよということになります。さて、そしたら次にですね、感想にもいろいろあるよねっていうことを見ていきたいと思います。このブルーの部分ちょっと隠しておきましたけれども、皆さんのテキストの方の33ページになりますけれども、これですね、ピカソのサルタンバンコっていうのかな、道化師ですね、サルタンバンコ、道化師というかサルタンバンコっていう、それの絵をですね見せて、小学校の1年生でしたね、11名ぐらいにですね、感想を5分ぐらい書かしたのかな、それを分類したものがこれなんですよ。で、このね、作品はね、これ55ぐらいの大きさかな、55ぐらいですよね。結構大きさが感じられますけども、今札幌の近代美術館でブリヂストン美術館の名品石橋財団コレクション展っていうのをやってます。6月の20日ぐらいまでやるのかな。この時にね、多分これ来てると思うんですよ、この作品がね、ピカソのが。なんでこのブリヂストン の美術館がね、近代美術館でやってるのかっていうと、今ね、ブリヂストン美術館はね、ビル、東京の八重洲口出たところ、5分ぐらい歩いたところのすぐ近くにあったんですけど、それを大改装するというんでね、ビル壊してしまって、建て直ししてるんですよ。今までもとっても素敵なね、美術館だったんですけど、さらにね、ゴージャスになるんじゃないのかなと思います。タイヤですね、ブリヂストンのタイヤの経営しているところの美術館なんですけど、それがですね、大改装で3年ぐらいかけて、閉じてるわけ、閉めてるわけですよ。その間、作品をですね、貸し出すことによって、まあ、稼ごうということもあったりするんですね。これでね、去年の9月にですね、これパリでね、オランジェリー美術館っていうのは、モネの睡蓮が飾ってあるところですけど、そこでね、大体同じような作品を展示したと言うんですよ。そしたらね、会期中ね、パリでね、来館者が42万人あったということなんですよね。で、まあ、札幌でその後はやって、今やってるんですけど、5月15日の時点で、来館者が3万人を突破しましたとか書いてありましたけども、相当これも人数いくと思いますけどもね、まあ、今があったらこれ見に行った方がいいかなと思いますけど、だってどんなことがですね、学生たちが言ってるのかということをちょっと33ページ見てみてください。腕を組んで座るサルタンバンクという作品ですけど、まず A、 この作品を見た大学1年生の感想です。イタリア人のダンスの先生が生徒の踊りをチェックしているように見えると書いてある人がいる。それから B、 どこかの都会の郊外の結構高さのあるマンションの一室の天気の良い土曜日の午後という気がするって書いた感想があるんですよ。おいおいおい、なんだよこれは。イタリア、まあイタリアのダンスの先生はまあいいわな。しかしこのね、ダンス、都会のマンションの一室、どこにマンションがあるんだよ、どこに土曜日の午後っていうのは何で出てくるのっていう不思議なこと書くなっていう、そういうのがまずありましたね。その次、 C、 椅子の色が良い、妙な髪型と髪の色だな。確かにちょっと変ですね、癖ありますね。色使いが自分の好み、F、嫌い、特に顔が気持ち悪い、手や足の組み方が不自然、すごく批判的ですね。それからね、丸さんのところはね、ナイーブな感じ、物憂げな表情にも穏やかな表情にも見える、柔らかい雰囲気、静かだな、綺麗な女の人だ、男だろうけどお釜みたい、殺風景、年齢は二十歳ぐらいかなとか、顔だけ妙にリアルだなと、そういうような。次、O ですね。壁の縦の線が曲がっているように感じる。影がない。そういえば影ないね。肌に色味がない。輪郭線が強い。線が目立つ。4、一番下ここですね。ですね。男か女か区別できない。どういう服を着ているかわからない。上に着ている白いものは何だろう。ちょっとよくわからんぞ。どっちか光が当たってるんだろう。奥行きのないバッグはわざとかな。腰から尻が真っ黒で、なんだかよくわからんぞ。
ポーズしてるのか考え事してるのかなとかですね、あるいはね、こちらの部分ですけども、作者はもっとリアルに描けると思うんだけど、ピカソのこと知ってますからね、学者はもっと上手なんだろうな、なぜこんな描き方したのかなと考えると、力の抜けた気だるい感じを出したかったからだと思うよ。それからですね、この人の着ている上着の赤とタイツの赤が同じだから上下つながっているタイツかな、体格からして男だと思うけど色っぽい目つき顔つきだな、都会の生活を自由気ままに楽しむ青年っぽいかな、でもやっぱり気ままな生活の中にも悩みを抱えていそうだな、こんなふうにですね、いろんな意見で感想が出てきました。これをですね、一応分けた、分類したものなんですね。そうして見たときにですね、まあ分類は私の方がやったんですけど、連想とか好き嫌いから感想なんで、主観的な感想であるとか、まあみんなが同じように感じるだろうという客観性が強い感想である。疑問、自問自答、自分で疑問を出して、それに自分で、もう多分ここじゃないのかな、答え以上。こんな感じのことがこう出された11人が書いた感想の中にあるんだろうなって思って分類してみたわけなんですけど、ね、まあ一人の人間が作品を前にしているとですね、いろんな感想が出てくるわけですけども、一人の頭の中にですよ。でもそれらはいろいろ違って、違う要素、いわゆるこういうものが混ざってんだろうということなんですね。そこの部分をここではちょっと、丁寧に見ていきたいと思うわけです、はい、これはですね、一番上のところですよね。これは連想に当たると思います。イタリア人のダンスの先生、全然関係ないこと言ってますよね。マンション、天気のいい土曜日の午後、全然関係ない、こういうのを連想と言いますよね。そこに書いて見えてる状態じゃなくて、自分のイメージの中にどんどん突き進んでいってしまう。これはですね、連想っていうのは、幼児とか子供によくある、活動というかな、なんですけども、まあ、大人でもね、結構残ってたりするわけです。例えばね、リンゴが描かれている絵を前にした二人のお母さんがですね、こんなこと言って、あら、上手に描かれてるわね、このリンゴね。あ、そういえばね、秋田の親戚からね、リンゴ送られてきたのよ。この前夏休みにね、私たち行った時にね、どんどんリンゴから発生して、どんどんわけのわからない自分の過去の経験とか体験の方にずれていってしまう。そういう頭の意識がずれていく。これ連想と言います。連想っていうのは感想とはちょっと違うんですけどね。実際の感想はここから始まりますけどね。多くの場合、好き嫌いです。赤、この色嫌い、この顔嫌い、髪の毛変。自分の好き嫌いを勝手に言うという場合が好き嫌いということになりますよね。それからここにあるような主観的な感想、あるいは客観性が強い感想っていうものがこういうものにあります。それから疑問があります。なぜなんだろうということですよね。男か女か区別できないよ、光はどっちから当たってんだろうなとかね、なぜこんな格好してるのかなって疑問ですよ。疑問がありますよね。だから自問自答、先ほど言いましたように、もっとリアルに描けるのになんでだろうな、きっと気だるい感じを出したかったんだろうなと、自分の答えを出してしまうということ。それらを並べてみるとですね、連想がまずあって、一番これは幼児とか子供に多いものですよね。子供に多いのは好き嫌いをはっきりですもう口に出しちゃうということ、ね、それから、感想としては主観的な感想が多くて、次第に客観性、みんなが同じように感じる感想が出てくるということがあります。そして疑問が出てきますけど、実はですね、これは発達段階、人間の理解というかな、理性の発達段階に関係しているわけですよ。あの子供の頃はこの辺が活発に活動するわけで、こちらできないんですよ。でね、疑問を発生するような、疑問を発することができるような人っていうのはハイレベルな感想ということになります。主観と客観が区別できるようなことができるようにならないと疑問ってものが出てこないんですよね。ですから例えば小学校の3年生4年生ぐらいにならないとね、なかなか疑問が出てこないということです。小学校の1年生とか2年生あたりに作品を見てて話し合いをした時にはこの辺ばっかり出てくるわけですよ。非常に面白い世界なんですけれどもね、嫌い好きとかね、そういうことなわけです。そして、もっとハイレベルになってくる、自問自答ができるようになる、自分で答えを導き出すことができるようになってくる。これは論理的な思考、何々かな、
なぜならばこうだろうという論理的な思考ができるようになった段階で自問自答ができるようになる。だからまあこれは中学に入ってからというようなことになりますよね。で、本来ほっといてもですね、こういうことは経験を積んでいく中で次第にステップアップしてくる。こちら側からだんだんとこちらができて疑問も発することがなくて自分で推測することができたりというふうに発生することができる。これが実は鑑賞教育なんですよね。感想から発して疑問を出して自分でも考えてみる、調べてみようという、そういうことができるような活動に導いていくというのが鑑賞教育なんだろうなと私は思いましたけど、まず、感想が出てくるためにはですね、まあ、見なくちゃいけない。観察がある。主観的な観察、客観的な観察、誰が見ても同じような反応、観察的事実も見ることができるけれども、こちらの感想っていうのはいろいろ分かれてるし、ランクがあるよ、発達段階があるよね、こういうことが感想の種類に含まれているんだということです。ですからぜひ皆さんはですね、いろんな感想を出したとしても、それをこれは好き嫌いだよな、これ疑問だよな、自分でそれを理解できるようになってほしいなと思いますね。感想の種類にいろいろあるよっていうことの例です。で、基本は感想ってことしつこく言ってますね。鑑賞の基本は感想です。で、発達段階がありますから、自分の気持ちを説明するのはこちらの方はこう感想文として書くことができます。感想文として書くことができます。だんだんと論理的な思考ができるようになってから批評活動ができるようになってきます。で、それは分析解明とか解釈価値把握とかってそういうところにつながっていくんですけども、感想文のレベルをこう超えますとですね、こちらになってくる疑問から出発して研究レポートとか論文、これ来週やりますけれども説明しますけど、研究レポートの論文というのはこの辺のことを指すわけです。感想を卒業してきてですね、客観的な事実というものを元にして考えていく、それを組み上げていくというのが研究レポート論文ですよね。感想文とレポートとか論文とは違うよ、そこの部分を今日は説明したいなということでこの図を作りましたけども、しかしまあ基本、鑑賞の基本は感想であるということは変わりがありませんので、この部分は押さえてほしいなと思います。